みんなこんにちは。はてなくんだよ。猫ってかわいいよね。でも、淡水柱で爪を尖れて困っちゃうこともあるよね。ところで、猫ってどうして爪を研ぐんだろう。今日は猫ちゃんにお話聞いてみたよ。いや、僕は猫だよ。なんで僕らが爪を研ぐのかって？理由の一つはね、爪が商売道具だからさ。僕たち猫は、もともとは獲物を取って食べる動物。だから、爪を研いで古い爪を剥がすことによって、いつも鋭い爪にしているのさ。古い爪を剥がしても、新しい爪がどんどん伸びてくるからね。ちなみに、僕ら猫の爪は出したり引っ込めたりすることができる。僕たち猫は獲物に忍び寄って襲うから、音を立てないように爪を収めてそーっと歩くんだ。それに足の裏にある柔らかい肉球のおかげで音を立てないで歩くことができるんだ。理由の二つ目は、引っ掛け傷を作って自分の縄張りの印にしているんだ。ヒョウやクマなんかも同じように爪跡を残して縄張りの印にしているよね。あと、僕のプニプニした肉球からは、猫特有の匂いも出て、それも縄張りの印になっているんだよ。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。